さあということで、はい、はい、お待たせいたしました、インスタの方に、はい、全て写真がアップされましたということですので、今から、号令をかけますので、皆さんは、号令がかかりましたら、それぞれ、いいなと可愛いなと思う方に、写真にいいねを押してください。あの号令かけてからになります。はい、配信の方と会場の方ですね、はい、配信のみんなもね OK だからね、うん、お願いします。はい、ではよろしいでしょうか。はい、じゃあ、はい、あの、はい、ピエロさんの合図でスタートお願いします。はい、それでは、皆さん、かわいいなと思う写真にいいねをお願いします。3分間になります。終了のゴングが鳴りましたら、そこまでとなりますのでよろしくお願いします。それでは投票スタート。さあこの3分間の間はですね、皆さんにもアピールタイム続行ということで、ちょっと私はつるちゃんの散歩に行ってくれば。いいな、つるちゃんお散歩行ってらっしゃい。いい子にしな、いい子にしてるんだよ。なんか顔すごい戸惑ってる。顔がめっちゃ怖がってる。つるちゃんの顔。じゃあ犬は戦闘してるんだって。後ろ向きでめっちゃ引っ張られてるんだ。あ、いけた。あ、ちゃんといい子だ。聞いてくれる。初めてでさ、お散歩。つるちゃんの散歩初めてです。初めて。じゃあということで、みんなちょっと私たちはお散歩行ってくるんで、はい、ステージ上はお任せしますね、3人に。はい、あ、うん、お散歩一緒に行く。そう、入れるまいか。お散歩そんな連れてきますか。お散歩そんな連れてきます。はい、それでは客席の方でアピールお願いいたします。チロちゃん何するか分かんないから。いってらっしゃーい。どこに行くのかな。私たちもできるだけステージ上から、ステージ上からアピールしますか。アピール、皆さんこんばんは。そっからそういう感じ。そっから分かんない、ちょっと分かんないな。アピールだもん、なんか一応近くにと思って。こんばんは、似合ってますか。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィンです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。似合ってますか。似合ってますか。ありがとうございます。似合ってますかを聞くコール。似合ってますか。優しい。いや、私の拍手の方が大きかったな。いや、私の方が大きい。似合ってますか。いやなんかさ、うん、他のメンバーのは見慣れてきたんだけど、うん、なんか自分の姿をあんまりまだ見てないから、自分がどうなってるかがちょっとね、わかんない。わかんないよね。すごい、もう恥ずかしい。あ、お散歩だ。お散歩だ。お散歩だ。お散歩されたー。後ろの皆さん、チロちゃん、あ、上の皆さんも割と近く見えるね、うん、どこだ。近い。行きたいね。イエーイ、お散歩楽しそう。楽しそう。楽しいですか。みんな投票タイムあと1分ぐらいです。お、あと1分ぐらいだそうです。投票タイムが。さあ、そしてあの朗報なんですけど、今上の皆さんの3階席には行けないということで、うん、はい、3階席の皆さんには椅子の下にプレゼントが、そうなんですよ、あるって。おお、椅子の下、椅子の下を見てみてください。ぜひ私たちからの思いを受け取ってください。サプライズです。みんな探してるぞ、ね、ありましたか。みんな見つけたかな。あ、見つけた。見つけてる。見つけた。見つけてる。すごい。ありました。あった。ありました。ありましたね。よかったです。これは私たち、おお、あ、終わった。あ、ということで、はい、投票終了です。はい、ということで投票が終了というとなりました。メンバーさん、はい、こちらのステージの方にお戻りください。はい、お願いします。はい、そう、あ、そう、3階席の椅子の下には私たちが自筆、直筆で書いたメッセージが書いてあるんですよ。ハロウィンならではで、ちゃんと可愛い選手権なので可愛い言葉がちゃんと書いてあるので、じっくり眺めてみてください、ね、じゃあ帰るね、そっち。はい、待ってます。みんな投票してくれたかな。投票してくれましたか。どうなったかね。どうなったんだろう。今多分集計してるよね。ねえ、なんかそう、あの誰のが誰とか、あのメッセージカードがランダムになってるので、そうね、
そうだそうだ、そうなんだ、ね、でも結構みんな結構手入れて書いたよね、うん、私結構書けた、30分ぐらい書けたかも、そう、ね、みんなめっちゃ書き直したりとかして、うん、した結構書きました、うん、イラスト書いた、イラストイラストちっちゃく描いた、まあ、ちっちゃく描いた、ちっちゃく結構大きく描いた、画伯だからね自分で言うスタイルね、私は画伯です、私は画伯なんでちゃんと描きました確かに、なんか私前アイラとインスタライブでコラボしたことがあるんですけど、そうなんですよ、そこでしりとりやってて、はい、見た、なんか自分と同じ匂い感じましたどっちも分かんなかったもん、いや、本当にどっちも下手くそすぎてもうしりとりになってないんですよ、もうあれはね、画伯どう同士でやるゲームではない、ゲームではなかったね、ね、いやでもケイセコさんでした、うん、SNS とかでもしかしたら 回してくれる人もいるかもだから、ちょっとさ、ね、写真とか見てね、どんなに撮れてるかな、お散歩から帰ってきた、帰ってきた、お散歩、はい、帰りなさい初のお散歩どうでしたか、いかがでしたか、めっちゃ疲れてるチロ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 めっちゃ走る、チロチロ犬って大変だ犬の散歩って大変だね、身に染みたわ、はい、チロちゃん楽しかった、バン、おー、かわいい、かわいい、かわいい、なんか元気でチロちゃんらしくないね褒めてるのかわかんない、さあということで、もうね結果が 出たようです、はい、お、それではもういいですか、発表するよ、ドキドキだな、ドキドキださあ7分の1、それでは、ハロウィンかわいい選手権の優勝はこの方です、おー、ピピ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 、ごめん、ありがとうございます、おめでとうございます、違うんだよ、だからこれは勝っちゃうなって、あの、なんていうの、あの、ほら、私が更新してるアカウントだからさ、割とだからね、一部で誰か他の人に勝ってほしかったの、あー、なるほど、そうなのよ、一部もね、対決しましたもんね、そうなのよ、いや、皆さん、投票ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、副賞でスケドンのプレゼントが、はい、優勝おめでとうございます、いいな、すごい、かわい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 い、ウケドンおめでとうございます、ウケドンが、ウケドンで、なんかちゃんと赤とピンクで分かれてて、なんか姉妹感というか、確かに、めっちゃかわいい、ちょっとウケドンのお姉ちゃんで公式にしてもらえるか頼んでみるわ、おばさん、頼みたいよ、ゆるキャラグランプリ1位ですよ、くまモン越せるかなちょっと手強いですね、手強いわいや、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、さあということで、配信をご覧の皆さんもね、投票ありがとうございました、ありがとうございました、さあということで、以上ハロウィンかわいい選手権でした、イエーイ、ありがとうございました、ピエロさんたちありがとう、ありがとう、ありがとうございました。